今月はあやちゃんと銀ちゃんの誕生日です。どんなお祝いをしたらいいかみんなで考えましょう。いつきちゃん、すっかり年少組のリーダーが板についてきましたね。やっぱりふーさんの妹だからリーダーの血が騒いじゃうのかな。誰かいいアイデアはありませんか？私は去年いっぱいお祝いしてもらったから、今年はあやさんの喜ぶことをやりましょう。みのさん、なんでここに？楽しそうなことのある場所に銀さんありってね。そうは言っても銀、これじゃあサプライズにならないわ。サプライズはもう去年でお腹いっぱいだよ。去年の銀ちゃんの誕生日は何をしたの？去年はね、見て見てこの写真、私の宝物なんだ。うわあ、その子なんで持ち歩いてんの？それなら私だって、私も肌身離さず持っているわ。みんながそんなに大切に持っている写真だなんて、一体何が写っているの？うわあ、すごい銀ちゃんのウェディング姿。てかこの新郎、園子ちゃんとスミちゃん？去年は銀の夢を叶えるために銀にお嫁さんになってもらったんです。はあ、思い出すと今でも胸が熱くなるわ。最高の晴れ舞台だったわね。みんながあんだけ喜んでくれたし、私もすっごく嬉しかったんで、いい思い出ではありますけど、今年はあやさんを目いっぱい喜ばせてあげたいんです。だってこの世界に来て最初の誕生日ですから。銀ちゃんがそう言うなら希望通りにしよっか。そうだね。それじゃあやちゃんが喜ぶことを考えましょう。あやちゃんは何が好きかな？国土さんが好きなことと言いましたら、やはりお掃除ですわよね。けど掃除ってプレゼントできる？簡単なことですわ。おのおのが盛大にお部屋を散らかして、思いっきりお掃除を楽しんでいただくのです。新人いびり？そうっすね。いくら掃除が好きでも誕生日プレゼントに掃除ってのはさすがにちょっと。そうだね。誰か他にいいアイデアありませんか？あ、遊園地はどうでしょう？前にあやちゃん言ってたんです。遊園地ってどんなところですか？行ってみたいですって。いいですね、それ大体大賛成っす。それでは今年の銀ちゃんとあやちゃんのお誕生日はみんなで遊園地に行って盛大に遊びましょうか。ここがあの遊園地というものですか？見たことのない乗り物がいっぱい。あやちゃん、銀ちゃん、今日は二人が主役の一日だから何でもわがまま言ってね。そんなわがままだなんて恐れ多いよ。でもせっかくだからいろんな乗り物に乗ってみたいな。それじゃあ最初の乗り物はあやさん決めちゃってください。そんな大役私でいいの？それじゃあ、あれに乗ってみたいな。うひょー、ジェットコースター。あや先輩ってば意外と大胆さんですね。これって全員参加じゃないよね？私はちょっくら売店でアイスでも。せっかくのお祝いなんだからみんなで乗りましょう。恐怖心に打ち勝つ、いい鍛錬になるわ。そんな鍛錬バーテックスで十分だよ。あんな危険な乗り物乗りたくないよ。大げさですわね。安全バーが守ってくれるから平気ですわよ。ほら早くお乗りなさい。いやだってバーがあるって言っても、もし私のだけ壊れてたりしたら。スズメ先輩大丈夫ですよ。私がスズメ先輩の隣に乗ります。怖くなったら私の手を握ってください。ありがとう、あやや。ちょっとこれ一番前の席じゃん。そこはジェットコースターの特等席っすよ。いいな、スズメさん。だったら変わってあげるよ。ってもう動い
たら逆に危険。よっ、よわー、死ぬ、死んじゃう、助けて。スズメ先輩、大丈夫ですか？スズメ先輩、チュンチュン、サンズの川を渡るでチュン。ちょっと刺激が強すぎたみたいね。あやちゃんは大丈夫？初めての絶叫乗り物はどうだった？少し目が回ってクラクラしていますけど、刺激的でとっても楽しかったです。次はあれに乗ってみたいです。もう休憩しなくて大丈夫？はい、大きなコーヒーカップの乗り物、可愛いのでぜひ乗ってみたいですね、ミルク先輩。私？まあ、せっかくのご指名ならば、やぶさくではございませんけれども。目が回る！真ん中のハンドルを回すとカップが回転するんですね。面白いです。なんとなく、こうなる予感がしていましたのよ。遠心力で飛ばされてしまいますわ。あやちゃん、思ったよりも強靭な三半規管の持ち主だったのね。よかった、乗らなくて。芽吹先輩、あれ見てください。キラキラで可愛くて楽しそうですね。あれはメリーゴーランドという乗り物よ。幼い頃に乗ったことがあるわ。真っ白いお馬さんや豪華な馬車、まるでおとぎの国のようですね。芽吹先輩、一緒に乗りましょう。私？わあ、本物のお馬に乗っているみたいです。芽吹先輩のお馬になかなか追いつけません。あやちゃんが喜んでくれて何よりだけど、やっぱりちょっと恥ずかしいわ。どうか誰にも見つかりませんように。芽吹さんもあやさんも楽しそうでいいですね。あ、ひなた、こんな姿勝手に撮らないで。すみません、隠し撮りをするつもりはなかったのですが、連写をしていたらつい。あ、後ろの馬に乗っているのは若葉先輩。若葉先輩もメリーゴーランドがお好きなんですね。違う、私はその子たちに捕まって強引に。白馬の王子様若葉ちゃん、遊園地に来たからにはこのシチュエーションだけは外せません。勇者ともあろうものがこんなに甘い乗り物でゆるゆると回っていていいのだろうか。手加減早すぎる。ちょっとは手加減してくれよ。ゴーカートに速度制限はないわ。それに勝負を挑んできたのはあなたの方でしょ。そうですよ、タマコさん。ゲームじゃなくて本物のレースなら勝てるって言ったのタマコさんですよ。よし、こうなったらタマの本気を見せてやるぞ。早い。タマが本気を出せばこのくらいちょちょいのちょい。おお、スピード出しすぎて曲がれない。スキアリお先です。金にまで抜かれた。ミノワさん、なかなかやるわね。けど誕生日だからといって手加減はしないわよ。当然です。勝負はいつだって本気でやらなきゃ。残り1周、かっ飛ばしていきますよ。はーい、ぐんちゃんも銀ちゃんも頑張れ。お、お化け屋敷だって。ふーさん、一緒に入りましょう。あれ、いない。ふーだったら危険を察して早々にいなくなったわよ。さすがはお姉ちゃん。
メーブ、お化け屋敷だって楽しそうだよ。入ってみようよ。珍しいですわね。スズメさんが進んで恐怖に身を置こうだなんて。だって見てみたいと思わない？メブの反応。案外お化けを怖がってキャーキャー言ったりして。それは見たいかも。せっかくですから皆さんで一緒に入りましょう。あやちゃんが入りたいと言うならいいわよ。さきもり組みんなで入りましょう。私にしっかり捕まっていて。大丈夫よ、これは全部人が作った作り物。そうですわ。出てくるお化けも劇団員や役者の卵、すべて普通の人間ですから恐れることは。お化けよりも魅力さんの叫び声の方が怖いよ。お化けの人逃げちゃった。遊園地のお化け屋敷は賑やかで楽しい場所なんですね。あやや、その解釈は多分ちょっと違うと思うけど。うわー、出た出たー。芽吹さんの怖がる姿を見たくてお化け屋敷を選んだのに、自分で驚いてどうするんですの。別にお化けに驚いたわけじゃないから。不意打ちで警報が鳴ったから驚いただけ。でもお化けよりバーテックスの方が怖いに決まってる。ふざけてないで戦闘準備して。ミノさんのお誕生日を邪魔するやつは許してあげないよ。バーテックスめ、今日という今日は容赦しないわ。スミちゃん、ソノコちゃん、挟み撃ちにして徹底的に殲滅するわよ。はい。せっかくあやちゃんをお祝いしてたっていうのに。皆さん、今日は一段と気合が入ってますね。私も頑張ります。早く倒してみんなで遊ぶの。スズメ、そっちに一匹行ったわよ。あっち行け。スズメさん、今日はやけにおとなしいですわね。遊園地で叫びすぎて声が出ない。静かでいいかも。確かに防御力は落ちてないし、普段よりも集中できてる。叫んでおいてよかったかもね。そんな。閉園時間まであと少しです。さっさと片付けて戻りましょう。ああ。皆さん大丈夫でしょうか。私のわがままに付き合って体力を消耗してしまった後なのに。大丈夫ですよ。きっと早く戻ってきたくて、いつもよりさらに頑張っていると思います。そうだね、いっぱい遊んで体も温まっているし、きっと大丈夫。信じて祈ろう。はい。神樹様、どうか皆さんをお守りください。うわ、いつの間にかこんな時間、閉園ギリギリだ。急げばあと一つくらいは乗れるよ。銀ちゃん、あやちゃん、最後はどれがいい？銀ちゃんの乗りたいものがいいな。私もあやさんの乗りたいやつって言おうと思ったのに。ううん、銀ちゃんが。いや、あやさんが。はあ、譲り合ってる間に時間がなくなっちゃうわ。それじゃあせーので行ってみましょう。もし一緒だったらそれで解決ですし。せーの、観覧車。二人とも息ぴったりでしたね。うわー、すごい。勇者部のみんながマッチ棒みたいに小さくなってく。こら銀、
観覧車の中で暴れちゃダメよ。ごめんごめん。お、もしかしてスミ怖いのか？そういうわけじゃないけど、私はちょっと怖いよ。ミノさん、ワッシー、くっつこう。ぎゅー。わ、みんなで集まってしまったら危ないわ。スリル満点でドキドキしてきた。あちらは随分と激しく揺れてますわね。観覧車はああやって揺らして楽しむものなんですね。それではこちらも。ソープ、違うよ。ダメダメ、真似しちゃダメ。絶対に真似しちゃダメだからね。それは振り、はあ、もう降りてきてしまいました。スズメ先輩、到着しましたよ。ハッピーバースデー、あやちゃん&ギンちゃん。あ、大きなクマのぬいぐるみ、どうしたんですか？これは私たちからあやちゃんとギンちゃんへの誕生日プレゼントよ。この子、どっかで見たことがあるような。あ、その子んちのサンチョとお揃い。この子はアモーレだよ。仲良くしてあげてね。みんな、どうもありがとう。最高に幸せなお誕生日です。